こんにちは、ガーです。ということで、今日は1月に買ってよかった服ベスト5っていうのを紹介していこうと思います。はい、ということで、毎月終わり恒例のその月に買ってよかった服ベスト5のコーナーですね。今月はソジョのロケ撮影とかが多くて、サンダーアウトレットの動画やったり、京都古着屋巡りの動画やったり、大阪古着屋巡りの動画とかで、そっちの方でも買い物することが多くて、でこっちの個人チャンネルの方では毎月恒例のゾゾタウン購入品紹介も購入したんですけど、商品届くのが結構2月上旬とか1月下旬の商品が多くて、まだ動画が撮れてないっていう状態なんで、今月は出してないんですけど、まあ、初売りとか Vlog とかで結構服とか購入したんで、そんなたくさん買った中から今月買ってよかった服をベスト5に絞って紹介していこうと思います。ということで、早速喋ってるだけだと面白くないと思うので、商品紹介していきます。はい、ということで、今回も実際に全部着用しながら紹介していこうと思います。では早速第5位の方いきます。第5位はこちらですね、ビームスハートのアウターです。はい、こちらはソジョのサンダのアウトレットに行く動画で購入した商品なんですけど、まあその撮影自体は12月にしたんですけど、公開が1月やったってことで、今月の買ってよかったもの紹介に入れさせてもらったんですけど、購入してから結構愛用してるアウターですね。まあ実際着た方がわかりやすいと思うんで、着用してみます。こちら、はい、実際着てみるとこんな感じのアウターですね。かっこよくないですか、このアウター。自分的には珍しい色味のアウターなんですけど、まあ、ブラウンも最近よく言ってるように集めがちなんで、はい、購入したって感じのアウターですね。購入となった決め手はこのシルエットですね。めちゃくちゃ緩くないですか。まあ丈感はよく言えばね、もうちょっと長いやつが欲しいんですけど、この丈感がロング丈でギリギリ許せるぐらいの丈感ですね。自分的には膝よりちょっと下っていうのが、まあ、この服はこんな感じとかこんな感じで合わせて結構コーデ踏んだりしてましたね。で、なんといっても特徴的なのが、ここのポケットなんですよね。ポケットが結構高い位置にあって、しかもね、横から入るっていうね。これ結構ね、お気に入りなんですよね、個人的に。で、チャックもついてるっていうのが、めちゃくちゃいいですね。まあ、ここにいつも家のキーケースやったり、AirPods とか iPhone とかを入れて出かけてますね。うん、これを購入した時の動画でも喋ったんですけど、ブラックとこのブラウンがあって、両方めっちゃかっこよかったんですけど、ちょっとこっちの色味で挑戦してみようかなってことで、このブラウンの方を購入してきました。っていう感じのビームスハートのアウターでした。続いて第4位の方いきます。第4位はこちらですね。古着のシャツですね。はい。これはソジョの大阪古着屋巡りで、アメ村のソウルズっていう古着屋で購入したフェイクスエードのシャツですね。ここの古着屋めちゃくちゃね、店内もおしゃれで、商品も自分好みの、結構柄物とかもめちゃくちゃ多くて、見てるだけで楽しい古着屋でしたね。ソジョの方の動画で店内の様子とかも撮ってるんで、よかったらそっちもチェックしてみてください。まあ、サイズが 2XL のフェイクスエードシャツってことで、めちゃくちゃオーバーサイズなんですよ。一旦こちらも着用してみます。着用してみました。身幅もしっかり広くて、まあ、丈はね、ちょっと長めなんですけど、まあ、長めの丈感のトップスとかをワイドパンツと合わせるのが自分結構好きなんで、まあ、こういう感じのコーデで、コーデ踏んでいきたいなと思って購入してみました、こちらのシャツ。ちなみにパンツはおなじみのプレクミのワイドパンツです。もうこの動画公開する頃には販売日決まってるんかな？多分、インスタの方で告知してると思うんですけど、古着屋巡りの動画とか、プライベートで古着屋行ったりした時に、このフェイクスエードのシャツ、いろんな色を割と買いがちなんですけど、結局キーヒーみたいな感じが多くて、で、売っちゃったりすることが多いんですけど、このブラウンのシャツはね、シルエットも色味もドツボすぎるんで、めちゃくちゃ愛用していこうかなって思いますね。そんなこんななんやかんやで、こちらのシャツが第4位でした。続いて第3位の方を発表していきます。ニードルスのトラックパンツです。はい、こちらはこのチャンネルの初売りの動画で購入したニードルスのトラックパンツです。自分の中では3本目のニードルスのトラックパンツですね。パープルと緑の色の組み合わせですね。はい、履き替えてみました。最近はこのパンツに一番合わせるのが、このメゾンスペシャルのクラッシュニットとユニクロ U のロンティーですね。このコーデをよくしてますね。最近はストレートタイプのニードルスのトラックパンツを買ったのが今回が初めてやったんですけど、一番使いやすいですね、個人的には。ブラウンのブーツカットタイプ持ってるんですけど、そっちはどちらかというとなんか綺麗め寄りになっちゃうんですよね。綺麗め寄りになっちゃうんですよね、どうしても。はい、ちょっと噛んじゃいましたけど。まあ、このストレートタイプのワイドパンツやったら、まあ、サイズも M サイズで、ちょっと大きめのやつを履いてるんで、かなりやぼったさが出て、自分の好きな感じに着こなせますね。しかも走りやすいっていう。トップス合わせるときに、このロゴがちょうど見える丈感のトップスを合わせるのが好きなんですよね。っていう感じで第3位はこちらのトラックパンツでした。やっぱトラックパンツっていいっすよね。楽やし、やぼったさでってかっこいいし。自分のブランドのプレクミーの方でもトラックパンツ作りたいなって考えたりしてますね、最近は。プレクミーを、これはまた違う動画で喋りますね。プレクミーについて。ここで喋ったら長くなっちゃいそうなんで。ということで続いて第2位の紹介に行きます。第2位はこちらですね。ダブレットのパーカーです。
はい、これは Vlog の方で購入しに行ったダブレットの 21SS のパーカーですね。こちらこの腕の刺繍がねたまらんすよね、マジで。この何重にも重ねられてる袖の刺繍、かっこよすぎてルック初めて見た時にもうこれは絶対買おうと思ってた商品です。ちょっと着用してみます。こちら羽織ってみました。ジップのパーカー持てなくてどう着ようかなって迷ってたんですけど、ロンティーの上に羽織る感じが個人的には結構好きですね。まあ締めてもかっこいいんですけど、なんとなく春は開けていきたい気分かもしれないですね。この袖の刺繍が結構主張強いんで、まあパンツとかインナーはホワイトで今合わせてみたんですけど、まあこんな感じのコーデで、まあ春先出かけれたらいいなって思いますね。はい、コロナ次第です。全てはフード被ってもめちゃくちゃかっこよく着こなせますね。マジでかっこよすぎる。ダブレットの袖刺繍好きすぎてトラックジャケットとかフリースも持ってるんですけど、まあ着るのはもちろんなんですけど、見てるだけで気分が高まりますね、ダブレットの服は。てぐらいマジで最近好きなブランドですね、ダブレット。この春とかどんどん愛用していければいいなって思いますね、このパーカー。ギフト、プレゼント。っていう感じで、こちらが第2位のダブレットのパーカーでした。ということで、今月たくさん購入した中の第1位を発表したいと思います。第1位の商品はこちらですね、古着のロングコートです。はい、そうなんですよ。こちら古着のロングコートなんですけど、ジョジョの方の大阪古着屋巡りの動画で購入したロングコートですね。購入した古着屋はアサギで購入しました。アサギ3階にメンズフロアがあるんですけど、3階上がった瞬間にこのロングコートが目に入ってきて、でも他の商品見る前に即試着して即購入したって感じのロングコートですね。マジで一目惚れってやつです、このロングコート。着丈とかシルエットが良すぎるんで一回着てみます。こちらマジでかっこいいんで、はい、着てみました。どうですか？もう、ドーンって感じじゃないですか。かっこよすぎる。今持ってるロングコートの中で一番丈長いですね、このロングコートが。今はちょっとこのコートが分かりやすいように、中ロンティーの上に羽織ってみたんですけど、シルエットが良すぎるっていう、この丈の長さと身幅の緩さ、この前のボタン止めてきてもかっこいいし、こういう感じでウエストベルトでマークして、シルエットに変化つけて着るのもかっこいいって感じのロングコートですね。やばすぎん？このコートもともとレディースらしいんですけど、177センチの自分でも全然ね、オーバーサイズに着れるぐらいの大きいコートですね。で、お気に入りポイントが、ここ、ベルトキュッてすると、袖にちょっと溜まる感じで、緩い感じにも着こなせて、で、逆にここを大きく広げると、オーバーサイズな感じで着こなせるって感じの、いろんなシルエットを楽しめるロングコートですね、こちら。マジでお気に入りすぎてます。まあ、このロングコート、ウール 100% なんで、今着ててもちょっと暑くなってきてるんですけど、2月まだ寒いと思うんで、どんどん愛用して着ていこうかなって思いますね。っていう感じで、1月に買ってよかった服、ベスト5の紹介が終わりましたね。はい、ということで1月に買ってよかった服ベスト5の紹介が終わったわけなんですけども、まあ最初にもちらっと言ったように、1月に購入した ZOZO タウンの購入品の方は、まあ届くのもまだで紹介もまだできてないってことで、まあ2月に買った服に換算して、また2月終わりに2月に買ってよかった服ベスト5の方で紹介しようかなって思います。だから来月は今月以上にボリューミーな月になるんじゃないでしょうかって感じですね。2月にも ZOZO で爆買いしようと思うんで、だからね、 ZOZO の爆買いが2本上がるってことですね、2月に。まあ商品の届き次第って感じですけど、っていう感じの最近の服事情ですね。皆さん的にはどれが1位でしたか？よかったらコメントで教えてください。それ以外でもいいんで、何でもよかったらコメントしてください。なるべく返していくんで、っていう感じで今日の動画が参考になったという方はぜひ高評価の方よろしくお願いします。あとチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。では今日もご視聴してくださった方ありがとうございます。バイバイ。